下がれ、奴を行かせるな。オーケー。貴様たちに僕様を止めることなどできないのだ。すぐそっちに行きますよ、行く行く。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。なんだお前、根性なしだな。そんなんじゃ甘いよ。多少強引に突っ込んでも、バンテージのショートカットボタンを連打すればなんとかなる。っていう、はい。フォールアウトとかエルダースクロールなんかもそうだよね。スティムパックとか回復ポーション溜め込んで、フルボッコにされてもそれのショートカットボタン連打しながら攻撃してればなんとかなる。っていう、物量こそ正義、的な作戦。そういうの嫌いじゃないです、僕。こりゃ便利だ。お前ら野蛮人ごときに、クルルアーなんぞ贅沢すぎる。自転車にでも乗ってろ。代わりに僕が大事に乗ってやるよ。そういえば、ここのボスがタレット付きのクルルアーを持ってる。って話してなかった？そいつごと奪えば手っ取り早いじゃん。そうしよう。持ち主さえ殺せば、納車手続きは完了だ。楽勝だな。なぜに、世紀末世界のエンジンは決まって、V 型なのだ？並列や水平対向じゃダメなのか？そう？ダメなのだ。理由は知らんがダメなのだ。V 型の方が、世紀末、って感じがするからなのだ。もう一度言うが理由は知らん。おい、あそこだ。今すぐ食えたそうだったよね、わらわら。僕そういうの大好きです、ド S だもんで。でも綺麗なお姉さんの前では引くぐらいド M になっちゃうんで。つまり S ってことは M ってことなんじゃないかな。俺、鬼畜なんて言われると、ほんと嬉しくなっちゃうもん。だから、S っていうことは、M ってことなんじゃないかな。そんなこと考えてたら、ほんと興奮しちゃいましたよ。それはやめて差し上げろ。さすがの私も、グラナータは怖いですよ。出ろこら！出ろこら！早く出ろ！出ろ！やめねえかほら！やめてくれた！痛い！今、バンテージを、使おうと思ったんですが、ショートカットスロットがグラナータになってたんですね。この切り替え忘れが、死因の9割です。なので他のアイテムを使ったら、すぐバンテージに切り替えるか、豆にちゃんと、バンテージがスロットにはまっているかを確認した方がいいでしょう。一回、瀕死状態で焦って、ショートカットキーをしたら、バンテージじゃなくてグラナータがはまってたのでそれを投げてしまい、結果自爆し、ってこともありました。気持ちよかったんだね。おい、お前そのバット、火だけじゃなくて釘までついてんじゃねえか。そんなもので人を殴るんじゃない。何考えてんだこいつら。人の痛みをわかる人間になりんさい。って、金八先生が言ってただろ。こっちの事情も考えてよ。やられちまうぞ。正解。なんだこいつら、汚い肌してやがんな。ニベアでも塗っとけや。うえ、余計なお世話かもしれないが、皮膚科に行った方がいいんじゃないか。おい、昨日の夜バッシュ TV 見たか。じゃあまあ見ろ。一応この世界にもテレビ局みたいのがあって、レースとかミュータントカリみたいなゲームショーを放送してます。後で主人公もそのテレビ番組に出演します。おい、あそこだ。あそこだ。逃がすかよ、クソ野郎。だからそんな物騒なもんで殴るんじゃねえよ。ピコピコハンマーとかハリセンとかにしろ。痛いの嫌なんだよ、泣いちゃうだろ。痛いのが許されるのは、SM クラブだけですよ。うん。体鍛えてるんで、ムチはきつめでいいですよ。うん。こういうとこでは、かませ犬でもいいですよ。うん。体鍛えてるんで、うん。ムチはきつめでいいですよ。
君たちは見事なカマセイヌですよ。うん、やられっぷりがいいですよ。じゃあ四つん這いになってくださいよ。では配電器をいただくとするか。ブチッとな。ね、あ、びっくりした。火だるまで捨て身の特攻をしてくるのかと思ったよ。まったくもう、火の取り扱いには細心の注意を払いなさいよ。火事になったらどうすんだよ。まったくもう、こいつらには常識ってもんがないのか。お前ら窓際行ってしこれ。どうだ、気持ちか。気持ちいいだろ。なかなかかっちょいい車体だ。部品ばっかりで、完成車両はないみたいだな。そりゃそうか、走れる車両は全部外に出てるよな。完成品を持って帰るのは無理そうだ。と、思ったけど、ちゃんと走るやつがあるじゃないの。いいね、あれを持って帰ろう。あれがイカれたボスか。確かにアホ丸出してんよの城だし。って感じだな。あいつさえやってしまえば勝ったも同然。さあ残りカスども、あれ、どうやら至近距離でショットガンを食らってしまったみたいだ。こりゃ参った。しかしこれで全部片付いたな。ちなみにですね、後のサブタスクでここのガレージの盗賊を閉めてこいってタスクがあって、その時はラクルートでここの盗賊たちと再び対峙します。同じことの繰り返しなので、この動画内ではカットしますが、まったくもう、なんてことしてくれんだよ。せっかくのクルルアーが台無しじゃないか。コンビニに突っ込んだプリウスみたいになってんじゃんよ。これだから気違いに車を与えちゃダメなんですよ。おい、人のバイクに何してんだこら。触んなやファミ通やぞ。あの空中に浮いてるドローンに体当たり食らわすと、いくつか電子部品が手に入ります。あくまで、マシンでぶつけること。が条件です。バズーカを、当てても落ちません。アーリ夫人。ただいまー、パーツ持ってきたよー。言っとくけど死ぬほど苦労したんだからな。いいバギーに仕上げてくれよな。というか一回死んだんだけどね。そのパーツなら使えそうだ。オーケー、バギーはすぐに用意するよ。でもそいつに乗って外へ出る前にいくつか知ってほしいことがあるんだ。いいかい、ウェイストランドは危険な場所だ。マシンが大破して走れなくなったら連絡しなよ。ここまで運んであげるからさ。それと修理が必要な時はガレージにマシンを入れといてくれ。すぐに修理するから。オッケー、このパーツを取り付けちゃうよ。そしたら準備完了。カウンターの上に無線があるから持っていきな。マシンが大破して動けなくなったり、マシンを持ってきてほしいときはこの無線機を使えばいいらしいです。らしいですってなんだって思ったでしょ。僕使ったことないもん。そんな状況になったことないし。いつでも出発できるよ。試運転してきたら、故障したら無線で教えてくれ。安全運転でな。安全運転、面白い冗談だね。この世界で安全運転なんかしてたら生き残れないよ。つまり安全運転は危険運転で、危険な運転こそ安全運転なんだ。この世界では、我ながら何言ってるかさっぱりわからん。
ああ行きそう。足を手に入れたんで、いよいよ外界への進出だな。が、その前に邪魔な奴らを排除しないと、ここからは出れない。蝶野さんとこに行って話を聞きましょうか。借りたバイクを、ちゃんとガレージに戻すリチギな私である。お疲れさんと。バギーの調子はどうだ？今はちょっと頼りなくても、後で銃でも取り付けりゃ、向かうところ敵なしのバギーになるぞ。さて、次の仕事を頼めるか。ええよ。盗賊どもが、谷の入り口の検問所を占拠しやがったんだ。東のでかい町へのルートを遮断するつもりだろうが、奴らの好きなようにはさせん。そこで、お前さんの能力を貸してほしい。あそこを爆破して吹っ飛ばしてくれ。どうだ、やるそうか。皆殺しにしてゲートを爆破すりゃいいんでしょ。そういうお仕事はほんと大好きっす、先輩好きっす。先輩好きっす。俺もお前が好きだ。幸運を祈る。スナイパーライフルも、実に頼りがいのある武器です。弾薬のグレードアップやバリエーションはありませんが、十分強力です。ゲートはすぐ近くなんで歩っていきます。せっかく手に入れたバギーを、いきなりボロボロにされてはかなわん。ここの最大の脅威はロケラン野郎です。連射がえぐいし狙いも正確。とてもただの盗賊の戦闘力とは思えない。やめてください。ロケラン野郎はどこだ？あいつをやってしまわないことには先に進めない。よし、一人やったな。あと一人交代要員が来るから、そいつをやればOKよ。なんで？隠れるのが間に合わなかったのか？ついさっきディフィブリレーターの充電が終わってたからよかったけど、危うくガメオベラになるとこだったお。殺されるとこだったわ。よし、やっとロケランが消えたぜ。あとはゆっくり料理するだけだ。じゃあ今までの仕返しをたっぷりとさせてもらおうじゃないか。じっとしてないとそのお前の自慢の顔が傷ついちゃうはず。やれやれ、静かになったな。あとは扉に爆弾をべっちょり。あ、まだ嫌がったか。タコが。みんなの通る道を塞いで、利用料金を取ろうなんて、とんでもねえ悪徳商法だよ。国民の道路に、料金所設けて、バカ高い通行料取ってる奴らは盗賊と同じなんだよな。みんなもそう思うでしょ？その辺にしときんな。工事完了です。あ、そうだ。ちょっと気になったんだけど、このゲーム、一切子供が出てこないんだよね。それどころか、子供を育ててそうな父親、母親らしき感じの人たちもいないし、子供たちを育てるような環境設備もない。これが戦場なら話はわかるんだけど、みんなこの土地で生活してるわけでしょ？そういう描写がないってのはすごく不自然だなぁ。って思ったのよ。まあ、ただそれだけの話です。お前ロリコンだから、
幼女が出てこなくて寂しいんだろとか思わないでね。でも小さな子供は大好きです。小さな子供が大好きで、君のバギーにブースターを取り付けてあげる。一丁やってみるかい。ほんと親切だよな。こっちは何もかけなくていいのに。勝負に勝ったら物をくれるんだもん。神様じゃん君たち。ありがたき幸せ、ありがたき連太郎。このタイムを破ったらブースターを取り付けてあげるよ。君って言ってみりゃ天性のレーサーなんだね。すごいでしょ。いつも仕事中にサボって DS のマリオカートやってたからね。レースゲームには自信が。そんな話はどうでもいいや。いつまでもここにいるわけにもいかん。そろそろ移動しないとな。巻いていこうじゃないの。よくやった。これでこの辺りは以前よりもだいぶ安全になったはずだ。お前さんには借りができたな。これで道も安全になったし、どうやら俺たちのチームも解散か。お前は頼りになるし、俺としてもそばに置いておきたいが、ちょっと人目につきすぎる。次期オーソリティに感づかれるだろうが、その前にもう一つだけ頼みがあるんだ。東の町ウェルスプリングはクレイトン市長が治めている。彼に手紙を届けてほしい。それができるのはお前だけだ。この町の物資は残り少なく、市長に支援を要請するしかない。盗賊どもの襲撃に備えて物資を補充しておきたいんだ。どうだ、やれそうか。もちろんだぜ。チーム長のの最後の仕事だ。任せておくれ。速攻で行って帰ってくるから楽しみに待っててくれたまえ。では2ヶ月後に会おう。何？こちら DR、 そのバギーは丸腰だから急いで町に戻った方がいい。戻れとか言ってますが、戻っても何もありません。とにかくウェルスプリングまで逃げるしかないです。こら、お前らやめろや。こっちは丸腰のどごし生だぞ。そんな奴を撃って楽しいのか。あー、そりゃ楽しいだろうな。悪党にとって無抵抗主義憲法9条信者は大好物だもんな。でもお前らポイテイロ、完全武装したガンジーになって帰ってくるからな。俺は偽善者じゃないぜ。人種に関係なく皆殺しだ。やあこんちは。早速だけど、この街に風俗か個室ビデオ店とかはありませんか。デリヘルとかでも。名前の通り、ここは水源なんで活気がある街だね。砂漠のオアシス、みたいなもんだな。とりあえず、市長に挨拶しとかんといかんな。ウェルスプリングにようこそ、見知らぬ人。ここは文明化され、オーソリティのどの前哨基地からも離れている数少ない安全な街だ。住人は皆非常に人柄が良くて、友好的だ。ウェイストランドの盗賊どもと違い、いい連中さ。ほんとそうだよね。で、話が長いんで要約させてもらうと、そのアークスーツはトラブルの元なので、他の服に着替えてこい。話はそれからだ、ってことだそうです。なので早速お店に行って服を買います。その格好どうにかならないの？あら、いいですね。ワークスーツ着てる人なんて本当に久しぶりに見たわ。この辺じゃその格好は危険よ。用心して。オーソリティに見つかれば一瞬で捕まっちゃう。僕の心は一瞬であなたに捕まれました。好きだ。高額の賞金がかけら